やー、夏木さん、こんな時間にどちらに行かれるんですか？待ち伏せ。ブラックワールド。私の名前は夏木、30歳の主婦だ。夫の光一とは25歳の時に結婚した。恋に落ちていたわけでも愛していたわけでもない。光一は持ち家がありお金持ちだったからだ。まあぶっちゃけ金目当ての結婚だったのよね。でもお金しかない面白みもない男、唯一の楽しみはショッピングくらいのものだ。しかし徐々に刺激が薄れ、幸福感をあまり感じられなくなっていった。もともとほとんど愛情もなく結婚したが、今や完全に冷え切った夫婦関係になっていた。ひょっとしたら子供がいたら変わっていたのかもしれない。パートは週に3日、それも半日程度だ。お金を稼ぐというよりもずっと家にいると暇なので、たまに働きに出ることにしたのだ。このカードももう限度額いっぱいなの？いつものようにネットショッピングをしているとカードが使えないことが分かった。他のカードも試すがどれも限度額いっぱいで買い物をすることができない。嘘でしょ、衝動買いしたい気分なのに。そうだ、今月のパートの給料日今日だったんだ。でも私のパート代くらいじゃ足りないし。そうだ、パチンコで増やせばいいんだ。これさえ当てればカード代支払える。そこよ、当たれ当たれ当たれ。頑張ったのも虚しく、全てのお金を吸ってしまった。こんなことならパチンコしなきゃよかったわ。夕方途方に暮れながら帰宅すると、夫の光一が珍しく早く帰ってきていた。チャンス。ねえ光一、お願いがあるの。欲しいブランド物のバッグがあるから買ってくれない？帰宅早々お帰りの挨拶もなく物をねだるのか。しかもバッグなんていっぱい持ってるだろう。光一はいつもの塩対応であっさりと断ってきた。ち、使えない夫。こうなったら翌日全部光一が悪いのよ。闇金で借りることになるのも全て光一のせいよ。欲しいバッグ買ってくれないから。私だってバカじゃない、闇金がヤバいらしいことくらい知っている。それでももうどこも私に貸してくれないし、私は何度もカードの支払いが遅れたりして社会的信用がない。なのでもう闇金でしか借りられないのだ。怖いけど勇気出して頑張らなくちゃ。やったー、闇金なんて楽勝じゃん。闇金から借りた50万円を返済に当て、またカードが使えるようになった。ちょっと怖い思いもしたし、たまったストレス発散するには買い物が一番よね。買い物でもしないと人生つまんないもん。返済日である10日後はあっという間にやってきた。今夫がいなくて、夫と相談しないとそんな大金を返すなんてできなくて。おっと、それは困りますね。周りの人に迷惑かけちゃってもいいんですか？まあその初めは日中に家に押しかけてきただけだったが、そのうち夫の会社にも連絡が入ってしまった。どうしてくれるんだよ、会社にまで電話が来て大恥をかいたんだぞ。あなたが構ってくれないから、欲しいものを全部買ってくれないからでしょ。もう嫌だ、こんな家出ていく。おい夏希。おや夏希さん、こんな時間にどちらに行かれるんですか？待ち伏せ。あなたはお金なら夫のボーナスが入ったら返しますから。いやいや無理でしょう、もう随分膨れ上がってるんですよ。私はそのまま事務所に連れて行かれてしまった。闇金から借りたのは50万円だったのだが、他のカード会社からの借金や利息を足すと300万円まで膨れ上がっていた。さあ返済日はとっくに過ぎてますし、返してもらいましょうかね。無理よ、そんな大金。実はね、ここだけの話、金を作るいい方法があるんですよ。いい方法？夏木さんは知らないみたいですけど、世の中には簡単に稼げる方法がたくさんあるんですよ。銀行強盗とか？
そりゃ簡単でもないし、すぐ捕まっちまうでしょう。もっと足がつきにくく、安全な方法ですよ。半信半疑だったが、闇金の指示通りに動くのは簡単だった。私の名義で銀行口座や携帯をいくつか契約し、戸籍謄本と住民票を取ってくるだけだった。戸籍とかを売るだけで50万円になるんですか？ええ、残念ながら完済にはならないので、残りは働いて返してもらわないといけませんがね。私は闇金が斡旋したピンク店で働いて、残りの分を返済することになった。ピンク店での仕事は過酷だった。朝から晩まで肝客の接客だ。ねえ月ちゃん、今日もよろしくね。はい。借金返済という目的があるため、食事も睡眠も十分に取れない。寝ている間にもどんどん借金は膨れ上がっていくのだ。肉体的にも精神的にも追い詰められ、どんどんやつれていった。嘘、これが私？鏡には別人のように老けた女が映っている。栄養状態も精神状態も良くない。頬はげっそりとこけ、髪はボサボサ、まるで幽霊みたい。それでも1年間働き続け、支払いを終えて帰れることになった。光一、夏希です。ただいま。え、どちら様ですか？そっちこそ先に名乗りなさいよ。私はこの家の住人で光一の妻の夏希よ。私が光一さんの妻の夏希ですが。そんなわけないじゃない。いいえ、私が妻の夏希です。まさかこの女、私の売った戸籍を買ってなりすましてる。私は本当に悪い女でした。最初は光一さんの財産目当てで近づきました。でも一緒に生活していくうちに本当に心から好きになっていったんです。この女、戸籍を売った私ってまるで幽霊になっちゃったみたいじゃない。私の存在は現実にはないもののようで、恐怖とパニックに陥った。てめえいい加減に。しかし、俺の妻に手を出すな。ちょうど帰宅した光一が割って入ってきた。妻は私じゃない、私が本物の夏希よ。意味のわからないことを言うな。誰なんだお前は。それ以上近づくと警察呼ぶぞ。ダメだ、全然わかってもらえない。私は絶望した。翌日、私は光一を待ち伏せした。ねえ光一、私の話を聞いて。私が本物の夏希なの。あなたが愛する本物の妻よ。お前みたいな気持ち悪い女なんて知らない。あまりにもやつれ、変わり果てた姿に妻だと信じてもらえない。どうして光一。しかし私の思いは届かず、私は光一に通報され、警察に連れて行かれた。身分証は持ってますか？持ってませんけど。でも私が本物の夏希なんです。本物ね。もういたずらはやめようね。警察にも理解してもらえなかった。何を言っても無駄だと悟り、言い訳をしなかったところ解放された。仕方なく近くの公園で野宿をしていると、闇金の男がまた待ち伏せしていた。どういうことよ、あの夏希っていう女、私の偽物じゃない。どうもこうも、お前は自分の戸籍を売っただろう。当然の結果じゃないか。で、どうする？もう一度ピンク店で働くか？寝る場所と食うものには困らないぞ。あんな環境に戻るのはもう絶対嫌！気づくと橋の下にいた。私はそのままホームレスとなった。どこで間違えちゃったんだろう。ああ、そっか。ブランド物のバッグとかなくていい。ただ美味しいものをお腹いっぱい食べて、暖かな布団で眠れる。そんなありふれた平凡の生活が一番幸せだったんだ。俺の名前は熊本、ただの会社員だ。将来の夢とかやりたいことも特になかったので、大学卒業後は適当に就活して受かった企業に就職した。しかし蓋を開けてみればかなりのブラック企業だった。今日は何時に帰れるやら。来い来い、いいぞ、今日は来てるぞ。そんなブラック企業で頑張って働き続けて、気づけば30代。
周りの友人は結婚していく一方で、俺はパチンコぐらいしかすることがなく、休日は朝からパチンコ屋に行き、気づけば夜まで12時間以上打っている時もあった。大丈夫、今日の俺は来てるんだ。これさえ当たればこのどん底生活から抜け出せる。目指すは一攫千金。パチンコに通い続けた結果、給与どころか闇金にまで手を伸ばしてしまい、気づけば借金が1500万円まで膨れ上がっていた。な、嘘だろ。おい、俺の金返せよ。どうすんだよ、次の給料日までこれだけで過ごさなきゃならないなんて。は、はい。熊本さん、そろそろ貸したお金返してもらえませんかね。それとも返す気がないんですか。そんなことはありません。1週間後が給料日なので、それまで待ってください。お願いします。給料が入ったのはいいけど、全部返済で持っていかれるし、それでも利息分しか返せてない。食費や光熱費や家賃代だってままならないのに、こんなんじゃいつまで経っても返済できないじゃないか。毎回闇金から電話が来て、利子を返済し続ける。俺は一生こんな生活を送るのか。食料は基本もやしかカップ麺。腹を満たすなんて贅沢は言ってられない。はあ、早くこんな生活抜け出して普通の暮らしがしたい。寒い。どうして俺ばっかりこんな目に遭わなきゃいけないんだ。何も悪いことなんてしてないのに。どうすればいい。やっぱり一攫千金しか思いつかないけど、パチンコ行く金すらないし、もう俺に金を貸してくれるところなんてないだろうな。まただ。ないものはないって言ってるだろ。着信は毎日100件以上来るが、どんなに催促されても当然返せるわけもない。怒られるのが分かっているから電話にも出れなかった。次第に俺の精神はすり減っていき、電話の幻聴が聞こえたり、夢に見るほどおかしくなっていた。まただ。もう本当にやめてくれ。このまま無視し続けるのも怖いけど、だからってどうしようもできないじゃないか。ないものは返せない。いい加減諦めてくれ。闇金からの電話を無視し続けた結果、ついに恐れていた事態になってしまった。今日も仕事か。あれは闇金のやつら。なんで俺の職場にいるんだ。あ、いたいた、熊本さん。困りますよ、電話ずっと無視してるでしょ。そういうなめた態度取られると俺たちも出るとこ出なきゃいけなくなりますよ。俺はあるだけの金を急いで下ろしてきて闇金に支払った。すみません、お金返しますから職場はやめてください。全然足りねえじゃねえか。すみません、でも今それしかなくて。まあ今日はこれで帰りますよ。また1週間後もらいに来ますので。それからあっという間に1週間が経ち、また返済の日が来てしまった。しかしこの前有り金を全て渡してしまったので、返す金なんてあるわけがない。あいつら今日は会社に来てないよな。また仕事場に来るのではないかとビクビク怯えていると、今度は別の方法で圧力をかけてきた。あの社長、先ほど変な電話がありまして、お宅の社員さんに借りたお金を返すように言ってくださいと。なんだと。それはおそらく闇金からの電話だ。うちの社員に闇金から金を借りてるやつがいるなんて、会社の悪評になる。今すぐ全社員に通達しろ。闇金に手を出して会社に迷惑をかけるようなやつは即刻クビだと。どうしよう、またあいつらが会社に来たらバレちまう。そしたら会社はクビ、利子すら払えなくなる。帰宅すると俺の家の前に人が集まっていた。どうしたんだろう、あの、何かあったんですか。一体何なんだって、なんだこれ。おいおい、マジかよ。
会社に電話してきたと思ったら今度は家にまで。またあいつだかって実家だ。こんな時になんだよ。あんた闇金からお金借りてるでしょ。なんで知ってるんだよ。うちの玄関に変な張り紙がされてたんだよ。あんた一体何したんだ。いくら借金してるの。ごめんって。大丈夫、なんとかするから。すみません、ピザをお届けに上がりました。ピザ？すみません、俺ピザなんて頼んでないんですけど。え？でも熊本様のお名前でご注文いただいています。5万円ほど。5万円？一体誰がこんなこと。まさかこれも嫌がらせか。大丈夫ですか？誰かいませんか？何かあったんですか？お宅から火が出ていると通報があったのですが。え、火なんて出てませんよ。でも確かに熊本さんから通報があったのですが。まさかいたずらですか？その後も闇金からの嫌がらせはエスカレートしていった。やっと待ちに待った給料日。気は重いが借金を返済するため闇金へ向かう。これを返してもまた利息分だけ。もういっそ臓器でも売るか、マグロ漁船に乗るか、海外に亡命するか。そろそろ限界だな。熊本さん、借金返すの大変でしょう。実は借金をチャラにするいい方法があるんだけど。借金がチャラに？なんですか？何でもやります。そう言ってくれると思ってたよ。やることは簡単さ。スマホの新規契約と銀行の口座開設をしてくれればいい。そうすれば熊本さんの借金は全てチャラにしよう。それだけで1500万円がチャラ。やります、やらせてください。俺はすぐにスマホの新規契約と銀行の口座開設をして、それを闇金の男に渡した。晴れて借金がなくなった俺は久々に解放された気分だった。やっと借金生活ともおさらば。催促の電話もない、嫌がらせもない。最高の気分だ。久しぶりにパチンコが打てる。しかも自分の金で。これは今日当たるんじゃないか。もしもし、こちら警察ですが、熊本さんでお間違いないでしょうか？ちょっと確認したいことがありますので、ご自宅までお戻りいただけますでしょうか？わかりました。警察が一体何の用だ？熊本さん、あなたに詐欺罪と犯罪収益移転防止法違反の疑いがかけられていますので、署までご同行願います。俺、何もしてないですよ！詐欺の被害の振込先があなたの名義の口座になっていたんですよ。そんなの知らない。俺は借金返済のために口座を作って渡しただけで、詐欺なんてしてない。しかし他人への口座の売買は違法だとされ、無知な俺はそのまま逮捕された。判決は10年以下の懲役刑。会社は懲戒免職となり、実家には勘当されてしまった。ここを出ても職なし、金なし、家なし。どうしてこんなことに。くそー、借金なんてしなければよかった。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。